東京都出身村山美優です。今日はバンの MV のロケ地に来ました。バンのどこに来ました。すごい。バンは研修期間からずっとバンを踊っていたので、一番思い出のある曲というか、3期生にとって初めて振り入れしたのがバンだったので、ということもあって MV の撮影するところに来ました。なんか小さい時から絵を描くことが好きで、家族と動物園に行って動物の絵を描いたり、キリンを描くのが好きだったんですけど、キリンの絵を描いたり、絵の具で。子どもの頃からアイドルが好きな人でした。推しメンは増本綺羅さんです。年上の人が大好きで、いつも高校、中学高校も年上の先輩、女の先輩とちょっと仲良くさせていただいていました。黒いお洋服が大好きで、よく黒いお洋服を着てます。街で黒い服を着てる人を見たら多分私です。なんかペンライトの色、私黒がいいんですけど、黒とないじゃないですか。だから押してくださる方がいらっしゃったら、もう何も持たず頭の色を見せていただけたらなって思います。もしも押してくださる方がいたら、後頭部を見せてください。私多分今はちょっと緊張しててあんま顔に出てないんですけど、すごく表情は豊かな方だと思うので、いろんな顔します。変顔も得意です。来ました。来ました。ここはさっきのところよりめちゃめちゃ広い。広いです。めっちゃ。ここに水を入れて踊ってたってことですか。よくこんなボコ、めっちゃボコボコなんですよ。こんなボコボコなところで踊ってた。すごい。大好きなお顔の大園さんが踊っていたとこに来ました。なんか晴れてたらすごく綺麗みたいで、ここが綺麗みたいで。私は絵を描くのが大好きなので、この風景を描きました。桜を散らしました。真ん中にいるのは、私っぽい人です。踊ります。回ってきました。行ってみたら案外道が狭くて、先輩方の細さを実感しました。森田さんが撮影していたところが高くてすごかったです。さよなら。